ガンユータと平野翔、揺るぎない、兄弟愛の歴史を振り返る。二人の絆を感じて涙が止まらない、ガンユータと平野翔、困難を共に乗り越えたからこそ強い。揺るぎない二人の絆に希望をもらえる。ガンユータと平野翔、彼らの名前を聞くと多くのファンがすぐに思い浮かべるのは、ジャニーズ事務所の人気グループキングプリンスのメンバーとして共に活動していた輝かしい姿だろう。しかし、 彼らの関係はステージ上でのパフォーマンスや単なる同僚としての繋がりを超えた、より深いものがある。それは、互いを兄弟のように思い合い、どんな困難にも共に立ち向かう強固な絆である。キング・プリンスがデビューした当初、平野翔はそのカリスマ性と圧倒的な存在感でグループの中心的存在として注目を浴びた。彼のダンスや歌唱力、そして独特の明るいキャラクターは、多くのファンの心をつかんだ。 一方で、岸優太はリーダーとしての役割を果たし、グループ全体の調和を保つ存在であった。彼の穏やかで真面目な性格は、メンバー全員に安心感を与え、グループ全体の結束力を高めていた。平野が前面に出て目立つことが多かったが、その背後には常に岸がいて、彼を支え続けていたのだ。特に印象的なエピソードとして、多くのファンが語るのは、 平野が事務所との契約更新に失敗し、一時は解雇の危機に直面していた時のことである。彼が絶望の淵に立たされていたその瞬間、騎士は決して彼を見捨てることなく、友人として手を差し伸べ続けた。その行動は、友情を超えた深い信念と忠誠心を示している。通常であれば、個々のキャリアや自己利益を優先してもおかしくない状況であったにもかかわらず、騎士は一歩も引くことなく、 平野を支え続けたのであるこれはただの友情を超えた絆が2人の間にあることを示す象徴的な出来事だった。岸優太のこうした行動は彼自身の誠実さと強い信念によるものである。彼は常に自分の価値観を曲げず仲間や友人を守ることを最優先にしている。そのため彼がリーダーとしてグループを引っ張ってきたことは決して偶然ではなく彼の本質的な人間性によるものだと言える。 平野翔は、そんな騎士のことを深く信頼しており、常に彼の存在が自身の成長に欠かせないものであったと公言している。二人の間には、言葉では表現しきれない強い信頼関係が存在していた。彼らの関係が特に注目されたのは、キングプリンスとしての活動だけではなく、その後の個別のキャリアでも同様である。2024年、ガンユータは世界的な音楽フェスティバルであるコーチャイラに出演し、 そのパフォーマンスで観客を魅了した。普段の彼は親しみやすくおちゃめなキャラクターで知られているがステージに立つとその姿は一変し観客を圧倒するような存在感を放つその変貌ぶりは彼がアーティストとしていかに多面的であるかを示している一方で平野翔もまた俳優として数々のドラマや映画で活躍しその才能を広く認知させることに成功している 彼の演技力や表現力は日々進化しており、彼がただのアイドルにとどまらないことを証明している。このように、彼らはそれぞれの分野で成功を収めているが、その背後には常に互いへの尊敬と支え合う精神がある。平野が困難に直面した時、騎士が彼を支えたエピソードは、ただの一例に過ぎない。実際、二人はお互いにとっての大きな励みであり、どんな状況でも互いを見捨てることはなかった。 それが、彼らの関係が単なる友情や仕事仲間を超えた、兄弟のようなものだと多くのファンに認識されている理由である。さらに、彼らの関係性は、ジャニーズ事務所を離れた後も続いている。多くのアーティストが事務所を離れると、その後の活動が疎遠になることが多い中で、岸と平野はその例外であった。事務所という共通の基盤がなくなったにもかかわらず、二人は互いに連絡を取り合い、 共に食事をする姿がたびたび目撃されている。これは彼らの絆が単なるビジネス上の関係ではなく真の友情であることを証明している。また、岩優太と平野翔の関係はファンにとっても大きな感動を与えるものである。アイドルという職業はファンとの距離が近いがゆえに彼らの人間関係やプライベートな瞬間も注目されがちだ。しかし、 二人の関係はその期待を裏切らないどころか、それ以上のものを見せてくれた。互いに尊敬し合い、支え合う姿は、多くのファンにとっての励みとなり、彼らの存在そのものが希望を与えるものとなっている。そして、2024年の夏、岸優太がコ茶チャラで見せたパフォーマンスは、彼がこれまで培ってきたものすべてが凝縮された瞬間だった。彼はその圧倒的な表現力で観客を引き込み、 ステージ上では一切の妥協を許さないプロフェッショナルな姿勢を見せた。この一方で、普段の彼は天然で可愛らしい一面を持ち、メディアやバラエティ番組ではリラックスした表情で周囲を和ませる。そのギャップが、多くのファンを魅了する要因の一つとなっているのは間違いないだろう。こうした一見相反する騎士の一面は、彼のアーティストとしての多様性を象徴している。彼は真剣にパフォーマンスに取り組む一方で、 その背後には常にリラックスした、誰からも愛されるキャラクターがある。これは彼が人間としてもアーティストとしても成長を続けている証であり、今後の活動がますます期待される理由でもある。騎士と平野の関係が特別である理由の一つに、互いに異なるフィールドで活躍していながらも、常に互いを見守り合っているという点が挙げられる。騎士が紅茶ラで世界に向けて自分を表現しているとき。 平野は映画やドラマの現場でその存在感を放っている。彼らはそれぞれが異なる分野で輝きを放ちながらも、互いに刺激し合い、支え合っている。このような関係性は、エンターテインメント業界においても珍しく、多くのファンにとっても憧れの的となっている。また、2人の関係はプライベートでも続いており、互いの成功を喜び合う姿がファンの間でも話題となっている。これは、 ただの仕事仲間ではない、真の友情が彼らの間にあることを示すものである。平野翔が何か困難に直面したとき、騎士が真っ先に彼を支える姿勢は、これまで何度も見られてきた。そして、騎士が何か大きな挑戦に直面するときには、平野がそれを全力でサポートする。その相互支援の姿は、多くのファンにとって心温まるものであり、彼らの関係がこれからも続いていくことを確信させる。 このように、岩優太と平野翔の関係は、ただのアイドル同士の関係を超えた、深い絆で結ばれている。それは、時に試練を乗り越え、時に互いを高め合うことで形成されたものだ。彼らの間には、単なる言葉では説明しきれない何かが存在し、それが多くのファンに感動を与えている。彼らの友情は、共に過ごす時間を通じてさらに深まっていった。ステージ上では、 お互いい、のパフォーマンスを補完し合い最高の賞をファンに提供するために全力を尽くしていた。プライベートでも、互いに相談し合い、助け合うことで絆を強めていった。ガン・ユータと平野翔の関係は、ただの友情を超えた、兄弟のようなものだった。ジャニーズ事務所を離れた後も、彼らの友情は続いている。新しい挑戦や困難に直面する中でも、彼らは互いを支え合い。 励まし合うことで乗り越えてきた岸優太の誠実さと真摯な姿勢は、平野翔にとっての大きな支えとなっており、彼らの友情はますます強固なものとなっている。彼らの関係は、ファンにとっても大きな感動を与えるものであり、その絆の強さは多くの人々にとっての励みとなっている。岩優太と平野翔の関係は、ただのアイドル同士の友情ではなく、互いに支え合い、高め合う真のパートナーシップであり、 その絆はこれからも続いていくことだろう。元優ユタと平野紫の関係を通じて、私たちは友情の本当の価値と意味を再認識することができる。彼らのような関係は、ただの偶然ではなく、互いの努力と理解によって築かれたものだ。彼らの友情は、多くの人々にとってのインスピレーションとなり、人生の中で大切なものを見つめ直すきっかけとなるだろう。このような関係を持つことができることは、 非常に貴重であり彼らのようにお互いを支え合い理解し合うことができる友情は人生において何よりも大切なものだ。ガ優太と平野紫の関係は私たちに友情の本当の価値を教えてくれる。そしてその絆がこれからも続いていくことを願ってやまない。